商学部商学科の3年の久保山隆峰と申します。よろしくお願いします。僕の商学部での専攻分野は経済学や経営学についてやマーケティングについて主に勉強しています。演習1の授業です。1年の時に演習少人数の授業がありまして、最初の授業の時に5回目くらいですかね、みんなでご飯食べに行って、そこでまず仲を深める会みたいなのがありまして、っていうのが一番印象的です。実際に入学してみて、結構周りで勉強に励む人だったりサークルの活動に集中している人がいましたね。サークル内での遊びに行ったりだったり、授業のクラスで遊んで行ったりっていう楽しさと勉強の両立っていうのができていて楽しかったです。久留米大学はとても施設が綺麗なので、勉強できる環境だったりサークルとか学校の敷地内はすごく落ち着いた場所なので、遊びだったり勉強だったりどっちにも専念できます。なのでぜひ久留米大学にお越しください。